お疲れ様です。お疲れ様です。さあ、100m、はい、今日はたくさんコーチが出ます。出ます。岡崎コーチ、はい、松尾コーチ、はい、キムスキコーチ、井上コーチも100だっけ。はい、出ます。100、あと段林コーチと浦コーチと松尾ゆきコーチと出ます。はい、岡崎コーチ、調子はどうですか。いや、もうこの暑すぎて待てないように頑張り待ててます。あ、バレた。一番夏が似合うけどね。夏場ですぐ使うから、汗っかきだからね。夏水にならないように。よっしゃ、行きましょう。はい、おい、松尾コーチより早く始めます。今100、200、300が入社してから入って400が、キモスキコーチの方が入社してから早いですよね、アスリートリスト早くなるかね。3勝1敗みたいな持ってるよっしゃ、頑張りましょう。頑張りましょう。お疲れ様です。お疲れ様です。今から 100m 頑張りましょう。今日はバックストレート開催、追い風で走れるんで、サガリックさん、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、いい条件なので、風もそこまで強くは吹いてないので、ベスト目として頑張りましょう。こちらにも、浦コーチ、追い風参考で何秒でした？11秒29。めっちゃ早。みんな、この間の動画見た？ちょっとさすがに流しすぎたけど、こんな12秒5とか3とか。で、今日見て、ちょっと11秒2。えぐー、伸びしろやば。伸びしろやば。チャンネル登録よろしくみんな。おはようございます。おはようございます。走り幅跳び行きましょう。森コーチ、今日7メートル10飛ばないと。そうなんですよね。全日本実業団のね、切符が7メートル10飛んだら出れるっていう。まあ余裕。前回何メートルでした？10。で、追い風さえ。追い風3個で7メートル10で。まあ、惜しくも標準記録突破ならずっていうことだったんで、今日頑張っていきましょう。頑張りましょう。はい、元山コーチが出場します。今日も曲げないように、いつも上げてるから。頑張っていきましょう。頑張りましょう。
60? 7m6。 今ので 60? やばさあ、元山コーチのラスト跳躍。5人ぐらいの数、いいよ。当ててますがな。これが長年陸上やってきた経験やから。やばいやろみんな。今のぴったり賞やぞ。最高。これがやばいと思ったらチャンネル登録と高評価ぜひお願いします。絶対するやろみんな。今日月コーチ走り幅跳び終わりました。結果7m60で、おー、久しぶりに60跳びました。応援ありがとうございます。森コーチと元山コーチは残念ながら7m10跳べず、全日本実業団の切符を今回は得ることできなかったんですけど、8月にまた試合があるのでそれで切ってほしいなと思います。またよろしくお願いします。
も飛んで踊る準備しとったのに。2メートル5の標準記録突破を目標に今回そうですね、飛んでたと思うんですけど、いかがでしたか？試合展開自体は結構個人的にはうまくできたかな。まあ暑さもあったので結構氷とか多めに準備して、ウォーミングアップもほぼ最初に。まあ、つまり今日の範囲はファッションファッションが足らなかった、足りなかったです。お疲れ様でした。ちょっとガチ変更見てたらガチ感想になっちゃったちょっと今元気ないかもしれないそうでした。8月飛びます。はい、8月3日の小林のあと1回チャンスあるんでそこで飛びます。はい、ということで佐賀の夏季記録会が終了しました。皆さんここまでご視聴ありがとうございました。はい、ここで終わりじゃないですよ。皆さん次は大牟田の大会がこの後に待ってるんで、チャンネル登録高評価してぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。では次の動画へゴー。